過程で皇族の務めについても理解を深めてくれればと願っております。そしてこの1年に多発した自然災害についても触れられました。5月の口の選ぶ島新岳での噴火や9月の台風18号等による茨城県、栃木県、宮城県での豪雨など引き続き数多くの自然災害が発生しました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに被害に遭われた方々に見舞いを申し上げます。来月発生から5年を迎える東日本大震災についても復興の道のりはまだ長く続いていると改めて実感いたしました。震災以来被災地への訪問を続けられている皇太子様、去年10月には雅子様と共に2年ぶりに福島県を訪問されました。風評に負けず質の高い野菜を生産し販売網を拡大しているいわき市の農業品会社の方や震災前よりも一層輝く福島県を作り出そうとしている人々の姿を実際にこの目で見て大変嬉しく、そして心強く思いました。雅子様と共に被災地の復興に長く心を寄せていきたいとも語られました。全国の皆さん、こんばんは。こんばんは。ニュースエブリィ。新千歳空港で新千歳発福岡行きの日本航空機がエンジントラブルを起こし、乗客全員が緊急脱出しました。その際2人が怪我をしています。新千歳空港事務所などによりますと、午後3時10分過ぎ、新千歳発福岡行きの日本航空3512便が離陸のため誘導路を走行中、右側のエンジンに異常を感じ、機内に煙が入ってきて異臭がしたということです。当時乗客乗員165人が乗っていましたが、全員機内から緊急脱出しました。その際2人が怪我をしたということですが、2人とも軽傷だということです。日本航空によりますと、機体はボーイング737で、パイロットらによりますとエンジンを停止しようとしましたが停止できなかったということです。乗客の怪我人について今入ってきた情報によりますと、体に痛みを訴えるなどで4人が千歳市内の病院に搬送されたということです。名古屋市の明治病院に勤めていた医師が人工透析患者を紹介する見返りに賄賂を受け取ったとされる裁判が始まりました。裁判では医師の男が涙をこらえる場面もありました。収益を上げようと考え、赤澤被告に賄賂を渡し、
赤澤被告は金欲しさにそれに応じた。田和田被告は紹介が少なくなったと感じるたび賄賂の金額を増やした。さらに赤澤被告は収賄で得た金をバンド活動に使ったなどと指摘。検察が証拠として提出した患者の調書の中にはこんな言葉も。騙された。信じられない。患者の言葉を聞くとうなだれ唇を噛んだ赤澤被告。その一方で赤澤先生は親切心で紹介してくれたと思っていますといったコメントには何度も瞬きをし涙をこらえました。親切心からではなく金儲けのために転院先を紹介された患者たち。患者の声は赤澤被告の胸に届いたのでしょうか。民主党と維新の党が合流に向け最終調整に入りました。次回のトリックハンターは2時間スペシャル。ディズニーの知って得する秘密大連発。めったに見られない幻のパレードやシンデレラ城で挙げる結婚式って一体どんなの。さらにあのダイアナ事故に衝撃の新事実。実はダイアナには隠していた秘密があるんです。元羊が独占告白。トリックハンター2時間スペシャル水曜夜7時。忙しい朝も。アリちゃん、アリちゃん、ゆいちゃん、あと一品。アリちゃん、アリちゃん、ゆいちゃん、お腹が空いたら。アリちゃん、アリちゃん、日本の食卓に。アリちゃん、アリちゃん、キュウリのキュウちゃん。栄光の理科実験教室。身近な不思議で学ぶを楽しく。3月はリモコンロボを作ろう。リモコンロボもらえるよ。栄光ゼミナール。知ってた？歯磨きとステインクリア歯ブラシを使うとなんとステイン除去力アップ。オーラ2でもっと白く。輝き力プラスの新プレミアムもサンスター。進化したダイソンのファンヒーターは空気を清浄しながら PM2.5 や PM0.1 までも 99.95% 除去。これだけの1台他にはありません。ダイソンピュアホット&クール。アスタキサンチンに革新を。 DHC の赤いオールインワンジェルはアスタキサンチンだけじゃない。多彩な成分で潤う張り肌へ。 DHC アスタキサンチンコラーゲンオールインワンジェル。妥協しない人に DHC の赤。聞いてる、私の聞いてる、聞いてる、あなたの聞いてる。この果汁、この紙がこっち。イエイ。私、果物あげる。